イボ島は東アフリカのインド洋にあるキリンバス諸島に属する島でモザンビーク北部のカボデルガード州に属する。南12度21分、統計40度38分に位置する。人口は3054人。イスラム勢力の貿易港として発達し、1502年には航海中のバスコダガマが滞在した。1609年にポルトガルによって取りが築かれた。 1761年、ポルトガル人はサンジュアントリデを建設し、ポルトガル領東アフリカのカボデルガード州の最初の州都となった。このトリデは現存している。この町は奴隷貿易の港として、ポルトガル領東アフリカではモザンビーク島に次ぐ重要都市だった。奴隷貿易廃止後は衰退し、1929年にはポルトアメリアに州都が移された。 1975年、モザンビークのポルトガルからの独立により、イボ島はモザンビーク領となった。現在のイボ島には、王子の喧騒はなく、銀在区の島として知られている。イボ島は、キリンバス国立公園の一部であり、アフリカ大陸のモザンビーク本土にあるタンダンハングエとは、ダウセンで結ばれている。また、一階建ての東大主要の建物を併設した。 ポルトガル統治時代からの灯台が設置されている。ありがとうございます。